はい、どうもママです。ウィザードリー・リルガミンサーガの、シナリオ1の方付き合っていきましょう。ですね、ちょっとね、今回はいつもの裏で録画しているだけではなくて、ちょっとライブ配信兼ねて今、ちょっとやってみてるんですけども、出てきてるか、抜けてるかな。OK。映ってますね。大丈夫ですね。よし。では、ちょっと。やっていきましょうか。今回からちょっと地下球界の、マッピングやっていこうと思います。では行きましょう。エースハンドなら大丈夫。さすがに球界なんでね、ちょっと宝箱は。テレポーター以外はチェックしていきましょう。前回炎のロッドをちょっとたくさん用意してきているので、プリーストもマハリトで参戦できるように先制攻撃時なんかは特にちょっとね、しっかりと戦えるように、まずエレベーターの周りをぐるっと回って、よし、これで元戻ってきたでしょ。で、反対側、エンカウント多いぞ、なんか。スピリット攻撃で潰して、アイバーンをマハリト、あー、モリト食らった。モリト地味に痛いねんな。メイジがヒットポイント低いからちょっと困るねんな、あんまり。なんで、よし。で、次がさっきのとこ、マッサシーフ多分逃げてく。あ、逃げへんし。痛い痛い痛い、これは痛い。なんじゃ今の。ちょっとシーフのアーマークラス一発ゼロはな、もうちょっと下がってほしい。ナイトストーカー嫌やなぁ。嫌やなぁ。2匹。2匹。よし。わぁ、いらんやつ来た。レッサーデーモンと、
レベル8忍者マニコで、マハリとレッサーデーモンをどうするかやねんな。うわー、固まらんかった。よしよしよし、外れた。レッサーデーモン倒せんかったな。無駄と思うけどカッティも入れてマハリと、よし、いやー手ごわい。やっぱりそうやんな。うん、戻ってきた。これで9回マッピングが終わったかな。歩いていける範囲は終わった。で、あとこの外側は一方通行の扉があるっていうことは、ファミコン版みたいに1階に飛ばされるわけじゃないのかもしれないってことか。どうするかな。これだったら、ちょっと試すか。ここだな。ここで、マラーで、西に1。あ、やっぱり1回飛ばされるやん。多分これ1回。ほら。1回の0の5。一緒や。戻ってきた、戻ってきた。だったら、一旦もうちょっと宿泊まろう。レベルアップとアイテム集め、メインになるな。10階か、ちょっと怖いな。久々10階降りてきた。シーフ、いや、シーフは相手せんとこう。攻撃力高くて経験値とかないから。ドラゴンゾンビ、うわ、全然倒せんかった。コンティノ入れて、マハリと、マハリと、よし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 。経験値そこそこ入るのにな。強すぎるんよな、でも。ね、巻物だけ？経験値も考慮入れたい。こういうありがたいモンスター出てきてくれるときあるからね、やっぱり。シーフはマハリトとマダルトぐらいで倒せるでしょう。よし、いけた。
で、あとフロストジャイアントは、PS 版のあのギルサガはマカニと呪文無効化対象なんで、殴り合いで倒すしかないんですよね。巻物ん？わ？なんじゃそりゃ。ん？何？え、何やろ？え、マロールか？え、マラーの冠か？あ、やっぱりそうか。これでシーフ。アーマークラスマイナスなった。うわ、やっべえ、3匹もいる。どうしよう。経験値考えたら戦いたいけどな。ブレス来たらまずいよな。でも逃げミスしたらもっとまずいよな。あー、よし、これは大事。あ、いや、大丈夫じゃない。あー、まずい。あー、あかん。いや、これはダメだ。あー、またやらかしたな。まずい。明らかにまずい。うん、これならまあ。いた！いや、痛すぎるでしょ、今の。戦いになってるような。もう倒せるかな。よし、警報、警報頼むよ。ここでミスんなよ。立て。フォズ生きてる、大丈夫。また関東か。10回来たらほんと関東人行くよな。戦える相手が少なくなるよな。グレーターデーモンもあかんしな。ファイアドラゴン、ディノ、マニフォー、アダルト、一匹逃れてる。よし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 。ダルト重ねとこう。
僧侶の指輪。ん？僧侶の指輪？僧侶の指輪ってのは、ちょっと待てよ。これは、僧侶の指輪、ちょっと調べとこう。どれだ、どれだ。リンゴ・バンデット、これかな？プリストリングと同じ。プリストリング、プリストリング。この僧侶の指輪ってやつは、やっぱりそうか、ファミコン版でいうハジャの指輪か。これでも倒したら美味しいよな。ドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビ。マスター忍者、あ、ちょっと待った。マスター忍者、ドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビのマスター忍者、レベル7メイジ、レベル7メイジ。これで後ろ倒せたら、ドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビ、モンピノ、マニフォ、アダルト。固まらんかった。まずいまずいまずい。沈黙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 。よし、呪文来い呪文来い。炎くんな、炎やめて。呪文呪文。よし、呪文できて、炎やめて。よし、ブリーブめっちゃ増えたな。あ、一匹も倒せんかった。地味に苦戦してんやけど。よし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 、やっとブリーブだけになった。今からちょっと殴り合い。
たるな。まだ攻撃当たるか。これで経験値稼げると思うねんな。あと2匹、あと2匹変わらへん。あと2匹、あ、逃げた。10,770。よしよしよし、これでいいや。最高の相手来た。痛い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 。多分攻撃当たるやろう。警報。ビルオンウィスプはもう最低警報かテレポーターやな。巻物が針と。まあもう買えるからいいか。売り飛ばそう。じゃあ回復して戻りましょうか。いいか、まっすぐ帰るか。よし、持ってても損はないアイテムやけど。よし、これでボルタックの方にもこれで炎のロッドが入ったから、ここか。よしよしよし。さて、宿屋。よし、力得た。トゲルタが15。あれ？で、
ハッサンがまだ9のまま10なってるやん。アモス13、10。よしよしよし。実はちょっとまだもうちょっとレベル上げるしかないかな。よし、一応今回はちょっとここまでにしたいと思います。今回ちょっと録画用の動画撮りつつ、それをそのまま配信で流してみたんですけど、またこんな感じでちょっとライブで流しながら動画撮っていったりとかもしてみたいと思いますので、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでになります。どうもありがとうございました。